副投稿アジア。この音声プログラムは京都大学東南アジア地域研究研究所がお送りいたします。こんにちは、中西吉弘です。 アジアに関する最新本について著者とお話をする「ブックトークオンアジア」。今回はジャーナリストの澤田昭宏さんをお招きして、千曲新書から出版されたご著書、ルポ技能実習生についてお話を伺います。この本は、日本が海外から受け入れている、えー、技能実習生に関するリポルタージュです。 えー、技能実習制度は1993年に導入されて、その後、さまざまな制度改革を経て、えー、現在に至ります。このルポ技能実習生は、日本と主に最大の実習生送り出し国であるベトナムでの取材で、まあ、この制度自身がどのような実態でどう運用されているのかを検討した本で、えーまあ、大変高い評価を受けている本です。 これまでこの音声プログラムではアジアについての学術書を取り上げることが多かったですが、今回は日本とアジアの関係を扱うということにします。ゲストにジャーナリストをお迎えするのも今回が初めてのこととなります。澤、えー、田さん、こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、ご著書を大変興味深く拝読いたしました。ありがとうございます。えー あの、まあ、技能実習生についてはですね、ニュースなどでもよく取り上げられると思うんですね。まあ、ニュースで取り上げられるのは、まあ、多くがですね、ま、あつ然と、こう、勤め先、まあ、勤め先というか、実習先ですね、から姿を消したりだとか、まあ、失踪してしまったりとか、あるいは、ま、何らかに、こう、犯罪のに、こう、関与するみたいなところで、えー、こう、注目が浴びることが多いと思うんですね。 ですが、まあ、日本のこれからの将来を考えると、まあ、労働力が不足するというのはよく言われていることのところで,で、その労働力を不足のために外国人を、労働者をまあ受け入れなきゃいけないという話が一方であるんですけども、この本の中にあるようにですね、えー、技能実習生という,こう制度そのものは必ずしもその労働力不足を補うためっていうふうにはなっていない。 にもかかわらず、実質はこう労働力不足と深く関係している、日本のこれからの、えーまあ、労働条件、経済と深く関係しているというところがあると思うんですね、まあ。若干複雑なところがあるんですけども、非常に重要なテーマということもあって、ですね今回、澤田さんをお招きすることにいたしました。でまず、ですね技能実習生の制度の中身について、詳しく見ていく前に、澤田さんのこの執筆の動機から伺った方がいいかなというふうに思います。 沢田さんこの実習生制度に関心を持ったきっかけというのはどういったものだったんでしょうか。 もともと、あの、私、出版業界の中では、あの、ちょっと変わった経歴で、まあ、高校も卒業してない、あの、記者って私ぐらいだと思うんですけれども、やっぱまあ、そういった背景もあって、まあ、私自身が、まあ、あの、組織記者としては、あの、朝日新聞の週刊誌のアイラの、まあ、従軍記者として、まあ、10年ぐらい記者したんですけれども、やっぱりまあ、その、いわゆる高学歴集団の中で、まあ、一緒に働く中で、やっぱりまあ、私みたいな、あの、低学歴出身者が、まあ、低学歴 問題を変えていかなきゃいけない。でも勝手な使命感があって、えー、それで。まあ、私の就職あのー、メインの取材のテーマっていうのが高校生の就職だとか貧困の問題なんですけれどもまあ、芸能実習生に。 興味を持った理由っていうのは大きく三つあるんですけども、まず一つ目は、はまあ私が主たる、あの、取材テーマとしている、まあ高校生の就職現場に、まあどんどん、あの、ベトナム人が入ってきたと。えー、なんだこりゃというのが、まあ、あの、そもそものきっかけですね。うん で技能実習生自体が、まあ、そのメディアさんがどうしても、まあ、劣悪、今おっしゃられたように、まあ、劣悪な技能実習生の話が大半で、まあ、あの、多くの人が、技能実習生イコール、まあ、奴隷労働だとか、最低賃金の労働者だとかと思われてますけれども、まあ、雇用者からすれば、まあ、技能実習生というのは、えー、まあ、管理団体というのがあるんですけれども、まあ、あ後ほどちょっと説明しますけれども、まあ、管理団体というところを通して、まあ、技能実習生を受け入れると。そこで毎月、 まあ、技能実習生自体に払ってるのは、まあ、最低賃金だとしても、その管理団体に払う、まあ、地域差はあるんですけども、2万円から5万円の、まあ、管理費を毎月1人当たり払わなきゃいけなかったり、まあ、そもそも、あの、海外行って面接したり、まあ、入管当国に行って、まあ、書類を出したりで、まあ、はじめで、イニシャルのコストで、まあ、60万、70万円かかってくるんですよね。で、まあ、技能実習生っていうのは、まあ、決して、あのー、 雇用者からしたら安い人材ではないんですよ、全く。大卒の日本人を雇うのと同じぐらい金がかかるので、で、結局、なんでそんな、あのー、金のかかる、あのー、外国人をどんどん採用するのかっていうのが、私の、まあ、はじめの疑問で、うん、というのも、まあ、高校生の就職っていうのが、 まあ、高校生の就職もなかなかひどい世界で、ほとんどがまあ、最低賃金に毛の生えた程度の、まあ、話であって、それでまあ、その、まあ、なんで高校生じゃなくて、あの、実習生にどんどん切り替えていくのかと、まあ、安い労働者としているなら、まあ、もちろん日本の高校生を取りたいはずなんです。日本の雇用者は。当たり前ですけど、まあ、日本語も通じますし、まあ、仕事の出来はまあ、その子次第だとは思いますけども、まあ、でも、そうして、 まあ、決して安くない外国人をなんで採用するのかっていうと、まあ、皆さん声を揃えるのは、まあ、あの、七五三現象っていう言葉があって、うん、まあ、大学生の,あの3割が3年以内に離職するっていうのは、まあ、よくメディアでも言われますけれども、まあ、その中学の中,中卒の7割、高卒の5割っていうのは、まあ、あんまり言われないんですけれども、やっぱりまあ、雇用者からしたら、 まあその3年以内に半分やめてしまう高校生より、やっぱりあの少なくとも3年間、技能実習生に関しては転職が認められてないので、少なくとも3年間、同じ現場であの労働者としてカウントできる技能実習生の方がいいというところで、どんどんあの技能実習生に切り替えられていったっていうのがま、まずあの動機の一つ目ですね <laughs>、はいありがとうございます。 そうすると、まあ、これまでのご自身の関心の中に、こうベトナム人がの実習生がばっと入ってきて、ですねこれなんじゃこらっていうのがまあ最初のご関心だした。最けですね,ですねで。そういうことは、最初は日本の問題を考えていらして、はいで、それがもう日本の枠では考えきれないということで、実際にこの本の中では、ですねベトナムにも取材に行かれているわけですね。で この本の頭の中で、頭、最初の冒頭で印象的なのはですね、あの、先ほどおっしゃったようにメディアで、えー、語られる、まあ、その劣悪な環境にいる技能実習生だとか、あるいは、まあ、犯罪に関わる技能実習生だとか、失踪だとか、そういう話ではなくて、えー、技能実習の期間にですね、貯めたお金で、えー、ベトナムに家を建てて、で、幸せそうにしている人たちのところに行ってですね、取材をされて、まあ、それに、こう、嫉妬すると。 沢田さん自身が嫉妬を感じてしまうという描写が出てくるんですね。で、これは、やはりこの技能修正に対するイメージとちょっと違うところが、あの、我々が持つ一般的なイメージとはちょっと違うところがあるんですけども、この最初のこの嫉妬のところですね、こ下りですね、ここをどうしてこう一番最近こう書こうというふうに思われたんですかね。 まあその記者としてテクニカルな部分として、まあ一番強い場面を頭に書くっていうのは、うん、あの、まあそれはあのテクニカルなところではあるんですけれども、うん、さっきまあその今回の本を書くきっかけ3つあるって言ったんですけども、やっぱりその2つ目っていうのが、 やっぱりその、今起こっていることをきち、あの、なんて言うんですかね。こんな言い方したら偉そうに思われるかもしれないですけど、やっぱりその記者としての責任感というか、やっぱりその、例えば私たちジャーナリストって、例えばその、この技能実習制度が始まった、まあもともと研修制度から始まったんですけれども、要はバブル当時どういう形でこの研修制度が始まっただとか、まあそれだけじゃなくて、まあ例えば私が生まれる前の東京オリンピック時代の話だとか、まああの、 まあ、ジャーナリストだけじゃなくて、学者の先生方、皆様も、あの国会図書館っていうのは、まあ、よく使うものだとは思うんですけれども、あそこってやっぱり、あの、記録のバトンリレーの場所だと、まあ、私は思っていて、やっぱりその、この後、30年後、40年後、50年後にですね、やっぱり2010年から2020年で見たときに、この10年間でベトナム人の技能実習生が10倍ぐらいに。 えー、まあ、まあ、急増ですよね。急増って言っていいと思うんですけども、何が起きたんだっていうことを、おそらく後世の学者だとか、いろんな方が調べると思うんですよ。 それをやっぱりまあ違和感を感じ始めたのは、やっぱり2018年に、2019年4月に、あの、初めて単純労働の外国人を、まあ正面から受け入れる特定技能という在留資格がえ誕生しましたけども、やっぱり2018年のまあ理事国会で、まあその議論が始まるときに、まあその野党さん、野党さんがですね、まあ長妻さんが、あの、技能実習生の失踪者が増えているとかですね、まあ技能実習生の母数自体が増えているので、まあ失踪率自体はずっと変わってないあまり 変わってないので、まあ、増えてるのは当たり前な話であってそれでまあはっきりであの私の体感値もであっても私が取材してる範囲でも大半の子が2300万持って買えるんですよ3年で,でほとんどの子は満足して買えるわけなんですよ。で、うん 仮に、あの、まあ、当時野党が、あの、ヒアリングしてですね、まあ、極端な、あの、数が少ないからいいというわけではないですけれども、本当に極端な劣悪な環境で働く実習生たちを連れてきて、あたかもこれが全て技能実習制度みたいなことを、 こうまあ、あの、まあ、メディアもそうやって報じたときに、やっぱりそのときに、要は第二の徴用工問題になるみたいな話まであってですね、いや、それは違うだろうっていう話があって、やっぱ、記者の責任として、今起こっていることをちゃんと書かなきゃいけないなっていうのがあったんですね。で、やっぱりその、 私の個人的な経験としては、私は2015年前後に、うん、あの、ちょっとに、あの、話がちょっと逸れるんですけれども、日韓の言語政策と経済の,の違いをちょっと取材しようと思って、あの、まあ、フィリピンで、フィリピンの英語留学っていうのは流行ってたのは、うん、あの、皆さんなんとなくしてたと思うんですけれども、うん、あの、フィリピンのマニラにある韓国人がやってる、あの、英語学校で、あの、1年ぐらい働いた経験があって、まあ、そこでマニラに住んでたんですけれども、 まあフィリピンのマニラ2015年当時ですけども、まあ、フィリピンのマニラでも大卒の初任給が2万ペソと、まあ3万ペソいかないぐらい、まあ、日本円で言ったらまああの5万円いかないぐらいなんですけれどもで、まあ、もちろんそのフィリピンのブルーワーカータクシードライバーとかその建設だとかねあの警備員さんだとかそういった人たちになってきたらもうたちまちあのもちろん給料が日本円で言ったら2万円とかあの1万円とかになってくるんですけどやっぱ当時でももうあのそれだけ まあ日本人からしたら、まあ、それだけの経済格差があってもみんなスマホ持っていてみんなフェイスブック見てるんですよ。でそれはまあその後ベトナムに行って本当にベトナムの奥地の農村部に行っても皆さんスマホ持ってましたし仮に日本の技能実習制度があんな話ばっかりであれば誰も来ないんですよ。 だからまあ、そ、は、まあ、その書く動機としてと、まあ、あの、冒頭にああいう場面を持ってきたのは、やっぱりまあ記者としての責任感として今こうということをちゃんと書こうと思ったっていうのと、うん、やっぱりその、あくまであの、ちくま新書からってまあ一般書、一般に向けた、まあ外国人に関わる人が読むっていうのももちろん想定はしてますけれども、あくまで一般の人に向けたっていうのを想定してるので、やっぱり一般の人が一番何気になってるのかな、 と思ったときに、まあメディアはなんかいろんな、なんか時給300円だとか、なんかすごい怪我したのに面倒見てくれなかったとか、じゃあ来なかったらいいじゃんっていう話であって、な、うんで来るのっていう、うん、まずそこに答えてあげなきゃいけないなっていうので、うん、まあ書き出しはあれしかなかったかなとは思います、うんうん、ああ、なるほど。はい、あの、じゃあ、嫉妬したっていうのも本音なわけですね。その成功の。 そうですね。嫉妬したっていうのは本音というか、それが三つ目の理由なんですけども、うん、やっぱり技能実習生書きたいな、まあ書き、書き屋として、テーマとしてはもう最高だったんですよ。私にとっては。<ー>単純にワクワクしましたね。私はあの、要は1981年生まれで、うん、いやもう社会にあの、出た頃にはもうバブルも崩壊して、山市証券も倒産して、まあ今後は終身雇用もないと。で、失われた10年みたいなことが言わ えー、たちまちまま平成30年が <laughs> 終わっってしまってし、うん、結局、は坂の下の下日本しか知らなくてですね結局その限りない労働力の搾取で、まあ、株高は支えられたかもしれないですけど、結局、庶民何の恩恵もなく、うん、やっぱりその現場で走り回っていても、もうもはやあの殺人事件の半分以上家族間ですし、もう貧困の問題であったりっていうのも、もうむき出しになってきて、うん、もう、 もはやね、格差社会というよりか階級社会に近いような社会になってくる中で、やっぱり技能実習生に会ったときに、なんて言うんですかね、もう日本では最近聞かないような、もう本当にこの農家の、ベトナムの田舎の農家の子供たちの,この、いわゆる矢沢永吉の成り上がりじゃないですけれども、この成り上がりストーリーみたいな話を聞いたときに、すっごくワクワクしましたよね。あこんな面白いいゲームがあるのかっていう あ、そうか。はい。それが、こう、なんていうんでしょう、自分がもう経験したことがないし、周りもそういう人がいないけど、話としては聞いてたものが、今、現実の目の前にベトナムにあるんだっていう、そこの興奮があったっていうことですね。うんうん、そうですね。 まあいろいろそこをまた聞きたいところではあるんですけども、ちょっと本の中身の方に入っていきたいんですけども、その技能実習制度ですね、はい、そもそもこういう制度がですね、はい、どういうふうに生まれて、で今、どういうふうにこう変遷を経て現在に至るかっていうことをちょっと簡単に教えていただいていいでしょうか。あのー、制度 まああののあ後々、また質問であるとは思うんですけれども、まあ、この制度自体があのすごい矛盾を抱えた制度であるっていうのは、皆さんも知るところではあるんですけれども、まあ、矛盾を抱えているからこそ、複雑に複雑にしてよくわからない制度に <laughs> してるんですけれども、まあ、そもそも1960年代後半とか70年代、要は日本企業が海外進出が始まった時に、 まあこれはまあ当たり前の話ですけれども、例えばあるあの大きな自動車工場が、例えばフィリピンに進出しますよと。じゃあもちろんその日本の自動車工場、要はフィリピン工場を仕切るスタッフがいるじゃないですか。フィリピン人の。要は現地人を採用して、 えー、要はその技術を教えたり管理したり指導したりっていうスタッフが必要になってくるじゃない、はい、わけじゃないですか。はい、だからそういった人材を、要は日本で研修させるために、はい、えー、そもそも始まったんですよ。うん、要は現地の幹部候補生を日本で育てるための制度、研修制度なので、そういった形で、まあ始まったんですけれども、で、まあ在留資格の研修っていうものができたのは1800、 1989年なんですよで、まあ、この技能実習生がおかしくなってくるのはまあこのあたりで、まあ、結局そのバブル の時代って、まあ結局すごい人手不足が、まあ、発生して、まあ人手不足が発生してて今も同じですけれども、まあ人手不足が発生してるのは、するのはいつの時代でも、まあ日本人がやりたがらない低賃金で退屈な仕事なんですけれども、やっぱその時にあの違法外国人がたくさん働いてたんですけれども、まあこれはまずいということで、まあ一応在留資格というか、一応制度建て前を作ってこれをあの受け入れなきゃいけないということで、まあ1 9 8八年 1999年に、まあ、あの研修という制度ができて、えー、それで1990年に、まあ、中小企業、えーまあ、冒頭申したとおり、まあ、これはもともと大企業の,あの海外進出のための研修制度だったんですけれども、それを1990年に、まあ、中小企業に向けて、えー、開放したという、まあまあ、矛盾はここから始まってますよね。 すべての技能実習制度の矛盾は全部この1990年の,あの団体管理型っていう受け入れ方を作って中小企業に開放したことにあると私は思ってます。まあ、その後、1993年に技能実習制度ができて、えーまあ、97年にそれが1年延長されたりして、まあ、とはいえ、まあ、あの いいろろ批判等々もあって、えーまあ、当時はまあ研修生という立場ですので労働基準法外 立場ですので、はっきり言って、今、今の技能実習生とかって、あの、はっきりっ全然恵まれてるんですよ。恵まれてるって言うと、あの、怒られるかもしれないですけど、研修生時代の、あの、研修生って、いわゆる労働基準法も関係なかったので、研修手当としてず、まあ、中国人が主役でしたけど、もらってたのは6万円とか7万円の給料で、もう今の技能実習生からしか考えられないような、額、うん、なんですよね。で、まあ、そう、そういって、まあ、そういった奴隷労働だとか、まあ、それに関しては、まあ、あの、 私が尊敬するジャーナリストの安田浩一さんが研修生時代のその実習生の問題は、もうルポとして10年前ぐらいに出されてますけれども、まあ、私が書いてる本に関しては、まあその研修生時代、研修生という、まあ技能実習制度93年にできたんですけれども、まあそれでもいろいろ、あのー、 いろんな問題があって、えー、まあ2016年に技能実習法というものができて2017年に施行されたんですけれども、まあ、それ以降のことを、あのー、私の本では中心で書いています。 なので、まあ、全体的な立てつけとしては、まああのー、1990年ぐらいからこういった受け入れが始まっていて、まあ、少しずつ改善、えー、労働者保護の観点に立って見ていくと改善はされていってるんですけれども、まあ、現時点でも、まあ、あのそれでも問題は起こっているというふうな感じですね。 ちょっとまあさらっとはちょっと説明できる話ではないので、あのもしご関心があれば、折衷を読んでいただければ嬉しいです。<laughs> あ,りありがとうございます。あよく分かりました。一つのまあ転換点は、2016年に、えー、成立した技能実習法ですよね。で、2017年から施行で,で、その後がまが主にこの本としては対象として,しているまあ新技能実習制度。 っていうふうに言われるような、それがまあ主にこの本では対象になっていますが、十分歴史的な部分についても触れられていますで。です先ほど、研修生は中国人が多くて、今はまあベトナム人が多いと。出入国在留管理庁のデータによると、2020年で,ですね40万人技能実習生が、約40万人いて、技能実習生がいて、そのうち55%に当たるまあ22万人、約22万人がベトナムからの実習生と。 <で> 2>, はい、2番目に多いのが中国人で18%ほどですので、まあ、結構差があるわけですね。はい、で、そのような質問として、どうしてこうベトナム人が今、多いのかっていうところはどうなんでしょうね。結局、はい、はい、その、まあ、ずっと中国人、はっきり中国オンリーだったところがなんで、まあ、ベトナムに変わってきた、まあ、転換期としてやっぱり3.11で一気に。あの やはりまあ放射能のリスク等々を考えて、えー、まあ一気に皆さん帰国したんですよね、中国人の方々が。それと同時にまああの 前後して、まあ、反日運動みたいなのを、皆さん、なんとなく、あの、中国の高島屋が荒らされてる映像、まだ頭に残ってる方いらっしゃると思うんですけれども、やっぱり反日運動が起こって、それでやっぱりその、中国の送り出し機関、まあ、メディアでは送り出し機関って言いますけど、まあ、あの、わ分かりやすく言えば派遣会社ですよね。で、まあ、派遣会社が要は日本で働きたい人って言ってはもう、中国では人が集まらなくなったんですよ。それで、じゃあどうするのかっていうので、ただ南化しただけですよね。 南に下ってベトナムに行ったっていうだけの話であって、うん、でまあその人材派遣会社とかっていうのはその外資系企業が100%出資,あの出資してできる業態では、まあ、ベトナムでもないんですけれども、まあ、あの正直そのベトナムの送り出し機関が裏でベトナム人使いながら、えー、ベトナムで送り出し機関をどんどん作って、えー、中国式の、えー、要は。えー 管理団体を呼んで、酒飲まして、女抱かせて求人票を取るというスタイルをそのままあの南のベトナムに持っていったとっいう形です、ね、じゃあ、送り出し機関がそもそも中国で活動したのが人が集まらなくなって、今度はベトナムに行って、でじゃあ、要するに同じ送り出し機関、うん、まあ同じではないにしても、ノウハウと,あと人脈的にもつながっていてで、それがやはり大きな要因になって、まあ、ベトナムの人が増えていると、そういうことなんですよね。 簡単に今、中国の送り出し機関がお客さんを持ってそのままベトナムに行ったと、中国人がまあもちろんその役員等々には入れないんですけども、まあ、裏でお金出してベトナム人使いながらえやったと,、うん、という流れですね。あなるほど、分かりました。はい